最近では昨日何食べた、素晴らしき世界、罪の声など、まあ、話題の映画あるいはドラマに精力的にご出演なさっている梶芽衣子さんの楽曲が今回ストリーミング配信で聴けることになりました。今日は梶芽衣子の歌の世界をテーマにお話を伺えたらと思います。梶さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらこそ、はい、歌手ですから今日は、はい、歌手梶芽衣子としてお話を伺います。歌手ですね、はい、恐れ多い、はい。2月に配信がスタートされるということで、まずおめでとうございます、はい、ありがとうございます、どうですか、まずそのお気持ちを最初に。すごく光栄ですし嬉しいですね、はい、っていうのはやっぱりレコードって結構私知られてないかもしれないんですけど、はい、昭和40年にデビューして、はい、で2年後にかな、階段上り竜っていう自分の作品をやった時に、はい、仁義こもり歌っていう曲を歌って、それがもうすでにレコードになってまして、はい、ですからそこから遡るともう57年です。長いですね。長いですよ。それまでに、はい、だから例えば日活が終わってから、東映行ってサソリをやって恨み節になったり、はい、東宝に行って白雪姫の映画を撮って修羅の花が出たり、はい、もうかなりだから映画の主題歌だけでも相当多いですね。多いんですよ、はい。今日はそのあたりのお話をね、はい、お伺いしたいんですが、はい、今回は、事前にその梶さんからおすすめの10曲を選んで。そうなんですよ、私が10曲だけ選ばせていただいて、はい、で特に思い入れが深いとかいろんなこう意味がそこにはあるんですけど、はい、とりあえずじゃあ10曲だけ聞いてくださいっていうことで自分で聞いてほしい曲を選びました。なるほど、はい、はい、でそれぞれいろんな曲の、ね、エピソードをお伺いできればと思いますけど、うん、はいはい、まずは何といっても梶芽衣子さんの歌詞の代表作というと、うん、恨み節になります。そうですね、はい、これは映画の代表作でもあります、女囚サソリシリーズの主題歌でした。はいはい、これ最初にいただいた時はどういう、映画自体がとにかく無言でやるっていうのが私条件で、それをセリフを台本通りに喋るんだったらやらないっていうのが条件で、じゃあ喋らなくていいってことが OK 出たので やらせていただいた映画なんですよね。でこの主題歌を例えばやる場合は映画が全部全て終わって一番最後の仕上げっていうか、はい、一番最後の お仕事なんですよ、はっきり言って。それでだからそれまでその歌を歌うなんていうのは考えてもいなかったので、はい、でそこでその、まあ、伊藤俊也さんが作詞なさって監督の、はい、だから B 面になった女の呪文もそうですし、それからその音楽担当だった菊池俊介さんが作曲だったんですよね、はい。で出来上がってそれを聴かされた時にいやーもう1本目は 4ヶ月かかりましたから、はいはい、4ヶ月間松島奈美を演じてきて無言で演じてきて最後に歌ですかって思った時ちょっとねどっと重荷になっちゃって、なるほど、いやーできるかなってどういう風に歌っていいかわからないっていう、うん、だからかなりねダビングルームで揉めちゃったんですよね、はい。そしたら菊池さんが作曲の菊池先生が、はい、芽衣子ちゃんさ今まで演じてきて4ヶ月演じてきてこれ最後に歌で表現するんだからその演じてきた松島奈美が歌ったらどうなるっていうことでいいんじゃないのって言ったらなんか監督もそこでクレームが出なかったんでね、あそういうことなのかなと思ってなるほどなって、じゃあその思いで歌えばちょっと違うかなって思いましたね。で菊池先生が音符書いてるわけですから、はい、この音符通りは歌えないですよ先生って私偉そうに言っちゃったんですけどまあそりゃそうでしょっていうこと、うん、だから先生はとても理解していただいたの。あ、そうですか。でそれですごく助かって救われて、うん、で好きなようにああいうふうに歌えたんですね。だから映画の中で4本映画のシリーズあれ4本あったんですけど、はい、ファンの人って非常にすごいとこ見てんなと思ったのは、例えば4本見た方が必ず恨み節が出るわけじゃないですか、はいはい、分かります。その恨み節が4本とも違うっていう人もいるんですよ。そうなんですね、あれ
あ、そう思いました？はい、魔界のさんも、ええ、っていうかそれを私が指摘したんです。あ、そうだったっけ、ごめん。いやいや、そうだからそれをね、私全然無意識なんですよ。だから自分では、はい、違って歌おうとかね、なんの全然ないんだけど、やっぱりほら映画終わった後にもう最後の仕上げで歌うでしょ、はい、だからその余韻があるのよ、やっぱり。あ、じゃあ一作ごとの松島奈美で歌っているからこそ、うん、あの全部違って聞こえる。あ、もう全部違いますね。というよりもあの毎回レコーディングし直してたってことですね、これ。いや、そうです。そこがすごいですよね、今になっても。そうか、ね、普通は、まあね、一度撮った曲をかけるわけですけど。あ、そうか。そう、それもちょっと贅沢だなと思って、全バージョン欲しいっていうファンがやっぱりいっぱいいるんじゃないでしょうか。あ、そうなのかしら、だから私はもう全然意識なくよ、うん、本当に松島奈美で歌うっていう感じですよね、はい、この発売がですね、実はあのサソリの1作目の時はまだレコードになってなくて。そうなんですよ、ね、2作目の助手サソリ第41雑居房の時に発売された、うん、っていうのは1作目を封切った時は、あの頃って週に2本新作の時代じゃない、はいはい、みんなあの要するに自分の劇場持ってましたから、映画会社が、はい、だから直営館のために作るか毎週新しい日本の作品が。だから私はその時菅原文太さんの人斬り与太っていう映画の、はい、あの添右衛門の B 級作品としてあのサソリだったわけですよ、はい、ところが封切ったらこっちで来てるっていうのが分かっちゃって、それで大騒ぎになっちゃったのよ、はい。私はその時にも銀蝶渡り鳥っていうシリーズもの2作目を撮ってたんですよ、たまたま、はいはい、だから毎日宣伝部が来るわけ、はい、はい、今日丸の内何千行ってます、はい、梅田は何千行ってます、もうすごいんですよ、うん、単位が。だから今の単位じゃないから、はい、数字がで、っていう感じですよね、うん、だから入ってるっていうのを聞いた時点で岡田茂さんが、はい、はい、今年のお正月映画サソリの第2作って決まっちゃったんですよ。なるほど。でその時に映画を1作目を見てくださった方々がその見終わって、はい、これレコードになんでなってないのっていうファンの声がものすごくて、でそしたらもう東映もしっかりしてて原版制作 やっちゃったわけですよ。あ、そうですね、はい、宣伝部がね、で制作しちゃったから、はい、もう第2作封切る時にもう大体どのぐらいいくかっていうのは分かっちゃってるわけですよ、はい。それで蓋を開けたら120万枚っていうのは私聞いたんですよ。ね、っていうのは全国 あの東映の直営館で全部売ってたから。ああ、映画館でレコード。だって原版東映だもん。ああ、それはすごいです。だからあの2作目を封切ったと同時にもう全国の映画館入るわけですよ、お客はね、はい。だからそこで売ってたから行くわよね、そのぐらいは。うん、っていうことなの。なるほど。そうなの。だからもうね、あの人生変わるのよね、やっぱり。あ、そうですか。歌まで受けちゃうと。ああ、もう大変でしたよ。でも未だにね、例えばあのテレビとかで歌ってほしいっていう、はいはい、多いじゃないですか。すごい多い、うん、やっぱりその度にちょっとこう毎回違う歌い方というか、その時の気持ちで歌われるという。いや、もうそういうのは なくて、はい、その映画を引きずるっていうよりも、もうその都度その都度、うん、自分の今日の気分の、梶芽衣子さんの気分で歌う。なるほど、うん、だからそれもまた全部違うと思いますよ、多分ね、うん、だから同じにやってくれたらできないのよ、逆に。あ、なるほど。まあちょっとね、こう捨て台詞のような歌い方といいますかね。そうですね、あれは非常にかっこいいというか、ふてぶてしくね、歌われているという、あの、そうですね、あのそういう歌い方は、うん、あれは正解だったかなとは思いますね。はい、うん、全くその通りだと思います。まあそのようにして、あのサソリ以外にもね、他にもいろいろと映画の主題歌、はい、ドラマの主題歌というのは結構吹き込まれてらっしゃいますけども、多いんですよね、はい。まず一つはあのこの恨み節の前に出てますあの銀蝶渡り鳥、はい、渡り鳥、はい、まああの川内浩範先生です。そうですね、はい、はい、これはだって東映に最初に行ったのは銀蝶渡り鳥ですから、 それで来てくださいって言われて行ったわけですよね、はい。そして同じプロデューサーなんですよ、吉峰さんって。はいはい。それで銀蝶を取り終わったところで、あのちょっともう一本あるんだよって言って、それで言ってきたんだけど、最初ね銀蝶渡り鳥の時もね、
あのポール・ニューマンの女ハスラーで行ってもらいたい、かっこいいと思ってやらせていただいてたんですよね。だからその気になってお洋服も選んだりいろいろやって、はい、そしたら途中で藤純子さんが引退なさるっていうんで急に任侠映画に変わっちゃったんですよ。それで衣装部とね潔髪が来て現場に着物を急に取らされて来て、もう私あの世の中で一番の写真が嫌いなの。あら悪いけど、まあ、もう、うん、やっつけでやったわけ。つまりほらポスターって早く撮らないと時間がないじゃない。それでもう映画あの頃って2週間で撮っちゃってたから1本ね、はい、だからもう時間ないわけよ。だから現場に座ってきて、だから見る人が見たら、あそういえばあのね立っててね人気を切ってるようなねあの梶さんはねやっぱりねあのなんかね砂利道の上でねやってるのがなんか不自然だなと思ってそういうのを見てるファンの方もいらっしゃるのよ。なるほど。だそういう感じ。あの映画はねあの、まあ、和服を着てあのホステス、銀座のホステス。そうです、ホステスで。銀座の蝶だから、まあ、銀蝶っていう。そう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 。名前でして、ね。そういう感じね。でそのままの格好であのビリヤード対決をやるという。そうそうそう。ちょっと不思議な映画でしたけど。そうなの。まあ、曲はでもねとてもあの演歌調で面白い曲ですね、これ。いやだからそれを伊藤俊也さんが聞いて見て、はいはい、聞いて。あこういう方がいいと。歌いけるって言ったらしいんですよ。ああなるほど。それで自分が書いちゃったんじゃないあれし。あそういうことなんですね、うんうん。まあでもこの歌は割といい歌というか。いやいい歌だってやっぱり川内先生だから、うんやっぱり職人ですから。そうですね、あの大先生が書いてくださったから。レコーディングにもいらっしゃったんですか。それはいらっしゃらなかった。いらっしゃらなかった。うん、でこれ明日はどうなるどこへ流れるっていうちょっとこうあのさすらう女というかね、そうなんだよ、そういうイメージで歌われるんですね。だから爆竹打ちがさすらってる感じの歌ですよ、うん、そうですね、うん、はい、銀座のホステスというよりも裏の顔は爆竹打ちっていう勝負師みたいな話でしょ、はい、話はだから面白いこと思います。面白かったですね。もう一曲は今度はドラマなんですけど、ドラマ、はい、あの戦国ロックはぐれけば、ああれはね、あのフジテレビの連続だったんですね、はい、でそれの主題歌だったんですけど、はい、はぐれ牙っていうよりもあのその牙のバラードっていうのがあるんですね、はい、レコードでは B 面になっている。そう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 。でもあの歌いいのよ、バラード。いいあのファルセットで歌われてますね、いきなりね。うん、そう地獄。そうなの。難しそう。いやああいう歌って、ね、あの時代に私にああいう曲を持ってくるのが怖いと思ったわよ、はあ、難しい歌だなと思ったんだけど、ええ、歌ってみたらえらく気持ちよかったの。なるほど。気持ちよく歌えちゃったの、うんうんうん、でとっても新鮮でしたね。あそうですね、うん、っていうのはどっちかっていうと演歌っぽく来るじゃないですか、歌が。私そうですね、恨み節ものどっちかって演歌ですよね。まあ歌謡曲なんだけど、まあ七五調でね。そう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 。それからあの東方映画の白雪姫の修羅の花もそうじゃないですか、はい、そうですね、うん、だからそこにあのバラードが来た時に、はい、これと思ったの、うん、とっても新鮮でしたね。これステージとかで歌われることありますか。ない難しくて。あちょっと聞いてみたいですけどね。ちょっと面白いけどね。この戦国ロックはぐれ牙というあのドラマもねちょっと面白い。あのそうですそうです、ね、うん、あの戦国時代なんだけど、うん、なんでしょう、現代劇みたいな。そう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 、あれ衣装私が考えた。あそう、革の上下でね、はいはい、野生っぽく見せる。あ馬に乗ってウエスタン的なね。そう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 。そしてあのもう一曲、修羅の花、はい、修羅、こちら、うん、これはあの今おっしゃってたあの東方映画の修羅雪姫の、そうですそうです。